ガンモドキはい、どうも、ネビルです。今日もバンティやってゴー。今回の動画はですね、みんなも気になっている復刻について考察をしていきたいと思います。まず、大前提の話なんですけれども、今月、はい、7月に入りましたが、7月と8月、はい、今月と来月に超フェスが来ると思っております。まあ、かなり詳しく言うと、8月の超フェスはね、毎年の周年イベントなんで確実に来るじゃないですか。で、7月はね、おそらく今年も、去年と同じように来るでしょうっていう感じですかね。ちょっとね、これまでの超フェスのおさらいをしていきましょうか。まず、初めの超フェスがこの黒ひげなんですけれども、この子がね、2020年に登場してから、初めの頃は1月で2体、そして8月に1体という流れで実装されていたんですよね。ただちょっとね、事情が変わって、2022年あたりから冬に3体、夏に2体っていう形で増え続けているんですね。で、実際2023年の1月にも3体来ました。オリン、ゾロ、カイトウ。まあ、このね、傾向をたどると今年も夏に2体来ても全然おかしくはないと。おかしくはないという形で来ておりますね。去年の7月の25日にはゼファー、そして次の8月にはレッドシャンクスが来てるという形なので、で今回も7月と8月に1体ずつ来ても全くおかしくはないと。むしろね、かなりハイペースで5月にヤマトが来てるぐらいですからね。このハイペース加減を考えると、もう来ることはほぼ確実なのではないかというところでございますね。そして、この超フェスと合わせて期待できるのが復刻の存在。今までの傾向として、超フェスの復刻が来るタイミングっていうのは、この何らかの超フェスが出るタイミングの1週間とか2週間前。もしくは何千万ダウンロード記念というこの一つのね、大きな区切り、この2点が大きく復刻の来るタイミングなんですね。そして2022年までに出た超フェスの中でまだ来てない復刻が2体残されています。それはそう、ゼファーとレッドシャンクス。さあ、どっちが来るんでしょうか。前回ね、僕はレッドシャンクスに対しての復刻の考察をしましたが、正直ですね、結論、どっちも来ると予想してます。まあ、なぜならね、さっき言った通り超フェスが2体来ると思っているからであって、その超フェス、新超フェスの前にね、それぞれが来るんじゃないかなと予想を立てております。ということで、その来るタイミングなんですけれども、7月の超フェス前、もしくは8月の超フェス前、そしてもう一つタイミングのいい可能性としては、次の9500万ダウンロード記念ですね。9000万ダウンロード記念が来たのはいつだったでしょうか。そうです、6月6日なんですよね。ただ今までの傾向を見ると、大体ものこれね、1ヶ月おきぐらいにね、ダウンロード記念来てるのよ。つまり1ヶ月で500万ダウンロードね、このゲームされております。つまりはですね、7月の中旬あたりにこの9500万ダウンロードも来る可能性が大でして、そこでゼファー、もしくはレッドシャンクスが来る可能性が非常に高いんじゃないかと思っておるわけだ。で、このね、ゼファーとシャンクスが来る順番なんだけど、これがね、非常に読みにくいんですよ。っていうのもですね、まあ、定石通り読むのであれば、ゼファー、シャンクスといった順番がね、まあ一番いいかなと。まあ出た順番ですからね。はい、って思うんですけれども、7月のワンピースデイの時は、フィルムレッドがさらにね、フォーカスを当たる日でもあるんです。なのでね、運営側としてはそこに対してシャンクスをバチコンと当てたいんじゃないかなと思っておるわけですね。しかもね、今かなりシャンクスの株上がってますからね。ぶっちゃけもうこれさ、シャンクスの復刻出したら結構お金使う人がいるわけよ。運営さんもやっぱ儲けてなんぼですから。ああ、だからね、本当はゼファーが7月8月にシャンクスみたいな流れが、まあかなり綺麗ではあるんですけど、僕の予想は7月にシャンクス、そして8月にゼファー、これでいきます。ぶっちゃけ7月にゼファーもシャンクスもバチコンと同時に出る可能性だって全然ありますけどね。はい、ちょっとそれはね、運営さん急ぎすぎってなっちゃうから、とりあえず7月にはシャンクス復刻、これを私は読んでおります。さあ、ということで今回はですね、ゼファーとシャンクス同時に使っていきたいと思うんですけれども、ぶっちゃけゼファーで3分持ってしまいますのでね。はい、まぁ、ちょっとゼファー中心でいきましょうか。うん、はい、ではやっていきましょう。レッツラープラッ。ちなみにさ、今月来た、あ、じゃあ6月か、あの9000万ダウンロード来たじゃないですか。あれさ、内容結構渋かったよね。うん、なんかペロスペローとかのピックアップだったと思うんですけど、まあ結構渋かったんでな。オッケーオッケー、ちょっと待って、ヤマトはオッケー、ヤマトは任せてくれ。オッケーオッケー、よいしょ。
やっぱね、強化状態解かれない限り結構ゼファ最強なんですよね。で、これシャボンティの時の何が嫌かっていうと、このダイナガンを撃つタイミングね、いまいちよくわかりません。はい、なんか気づいたらずっと使わなかったみたいなこともねありますけれどもね。はい、まあちょっとここら辺でやっていきましょうか。そうだからね、9000万ダウンロードはねなんか渋かったんで、これ1億ダウンロードに向けての布石かとかって思っちゃったりしてんだけども、どう思う、みんなどう思うよこれ。うん、てかこのゼファーのさ、この2つ目が吹っ飛ばしってのめちゃくちゃ良くないこれ。はい、ふんがーふんがーの、あ、やっぱ言っとけた、強化状態になっておきたいな、強化状態になっておきたいな。これね、一旦ここパチコンやっといて、バチコンで、ここでバチコンかかるの、これパチコンパチコン、オッケー、はい、全回復。もうこれ相手からしたらさ、なんでこいつまた回復してんねんって話になるよね。うん、これね、ぶっ飛ばしたら回復なんですよゼファーちゃん。はい、これがまあ非常に強いの、なんのってね。はい、よいしょ、キョ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 、もうね、正直この神獣ヤマトはね、もう余裕すぎますね。はい、申し訳ないですけどね。はい、じゃあ次は誰ですか。はい、あ、なんかミスター3めっちゃ最近よく見るな。ワンチャン同じ一節ありえるよね。はい、てかこれさ、あの味方ちょっと強すぎるかもしれん。うん、味方運がなんかいいですね。ここら辺で言っとくか。はい、よいしょ。で、誰？キングに当たったね。まあこれ1体でも当たればいいでしょう。1体のね、体力 70% 削れたら上等ですわ。はい。5-0 はいけるか？無理か？無理だね。上がちょっと取られてね。オッケー。いや、僕この試合あんま何もやってないね。はい、やっぱね、これがでもね、意外とそのゼファーたるゆえんというかね、はい、もう旗の中にいれば、まあ基本やられませんと。はい、オッケーです。まあ、強化状態解かれちゃうね、ゾロとかたまにやっぱ苦戦しちゃうんですけれども、まあ、なんとか旗の中にいればね、ダメカットかなりできるんで、まあ、大丈夫かなと。これやっぱ、本当にこのサンちゃん最近ほんとよく見るんですよね。同じ人かもしんないね、もしかしたらね。あの、やっぱ情報修正されてから、うん、かなり、あの、見かけるようになりましたね、サンちゃんね。はい。さあ、これはいけるか、これはいけるね、ゴドリね。はい、これはいけそうですね。ちょっと味方さんのパワーが強すぎました。はい、非常にありがとうございます。まあ、裏にねシャンクスは控えているものの、本当にゼファーしかもう活躍しませんね。はい、もうゼファーちゃんね、やっぱ超フェスって強いんだなって思わされるよね。あれ、ごめんなさいね、あの初代のマムちゃんとかすいませんね。うん、なんかどうしちゃったの、あのゲッターマムちゃん。ゲッターマムちゃんなんかもう完全にその情報修正される気配もなんかなくないですか。うん、なんかもう2体目俺に出ちゃってるからね。さあ、海竜ちゃん逃がしたくない。オッケー、やばいな、ちょっと抜かれそう、大丈夫、ちょっと待って、これでバチコンぶっ飛ばし、これ2つ目のぶっ飛ばしがやたら強いのなんのつって。はい、バチキーバチー、オッケー、ありがとうございます。さあ、これはいい感じですね。いい感じ、いい感じ。4-1 キープできてんのめちゃくちゃでかいな。4-1 キープは超でかい。で、この子がこっち来たでしょ。で、これダイナガンいつ使って、またこれ悩みどころ。ダイナガンのタイミング誰か知ってる人教えて。おー、なんか結構ね、僕的にはもうすぐ撃っちゃっていいと思うけどね。もう、誰に当たるか、ここはい。はい。当たった、今当たったから、誰かに、うん、もう誰でもいいから当たれって感じ、うん、もう早くそのスキル2をさ、次のスキル2ちょっと鉄砲玉みたいなそれ使いたかったら、バチコーン、ダメか。まあ、4-1 キープでかいね、めちゃくちゃでかいね、これ。はい、4-1 キープがこんだけ長く続いてる試合は、まあ、ほぼ負けないですね、うん、感覚的に言うと。さあ、これいい感じですね。ここ取って、まあちょっとサンちゃんがすごい守るな、やっぱりサンちゃんやっぱ硬いんだね。うん、工場のディフェンダーでなんかちょっと選手権みたいなやりたいですね、今度ね。多分サンちゃん、おっと、これまた？オッケー、あ、うん、ちょっと上抜かれる。オッケーオッケーオッケー。ナイス、カイドちゃん、任してくれ、これは。これは任してくれよ、うん、カイリュウちゃん。でね、ちょっと話変わるんだけど、みんなこれね、非常に大きなポイントとなってくるのが、今年の夏、超フェス、3体説。はい、これどう思いますか、皆さん。僕的にはね、2体だと思うんだよな、さすがに。5月ヤマト出てる。でもね、加速言ってんのよね。ダラピが加速言ってるんです。やっぱ2体の存在とかね、いろいろ考え出すとね、3体もあり得るんじゃないかと思っちゃうよね。まあ、今のところ僕は2体だけどね、うん、ちょっと7月の盛り上がりぐらいにもいい夜かなと思いますけれども、ちょっとそのあたりみんなの意見も聞かせてほしいな。ちょっとでもね、超フェス出すぎてもどうなんて思うんだよな。もう超フェスゲーみたいになっちゃわない？さすがに。なんかフェスゲーの意味みたいな感じに。
なっちゃいそうだなって思ってるからさ、今までのなんか調節とか向上がだんだん使われなくなっちゃうね、そしたらね。うん、まあ僕は結構昔のキャラもねガンガン使っていきたい派なんで、まあそういう人からしたらまあちょっと離れていくんじゃないかなと思ってますけれどもね。はい、超フェス3体施設どう思いますか皆さん。お疲れ。超フェス3体なんてあるはずない、そう思ってると先入観にやられちゃうねよ。